あ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。週末土曜日渋谷で声かけてくれたパフュームファンのお二人、聞いてる始まるよ。さあ今夜はパフュームロックス掲示板の書き込みを研究していきます。パフュームロックス。Perfume Locks starring Perfume。 五月のパフュームロックス掲示板の書き込みを研究せよ。今月もたくさんの書き込みが届いていますので、今夜は5月の書き込みをまとめて紹介していきましょう。はい、はい、まずは広島県18歳女の子、ラジオネームよしこちゃん。よしこちゃん、待ちに待った新 CM の発表、とてつもなく嬉しかったです。ありがとう。それに新曲七色、どんな意味なのでしょうか、うん、CM は3人の個性が出ていてとても癒されました。また肌が綺麗すぎて憧れました。私も肌を綺麗にしたいのでちゃんとパックを買おうと思いました。お、嬉しい。ありがとう。あれよく旅行会社の CM かと思うって言われる。確かに旅に出てるからね、うん、なるほどね。なんか JTB かなんかのみたいな。したら最後に肌美声って言ってパックかいってそっかなったっていう。へえ。バリ染み込んでるみたいな。確かに確かに。え、染み込むってどういうことって。確かにね、マスクかって、うん、最後の最後、うん、言ってるもんね、うん、そう、私たちパフュームですがクラシエの肌美声シートマスクシリーズの CM に出演しています、うん、ね、流れてるね、うん、ね、5月24から放送されてるからね、うん、はい、見てくれてるかな。楽しかったね、うん、台湾で撮ったんだよね。うん、3パターン、その撮るのを、うん、どのぐらいだった？3日間とか3日とか、うん、で撮ったよね、うん、で電車とか貸し切ったりとかして、うん、うちら普段さ、うん、グリーンバックで、うん、ほとんど合成で踊ったりとか、うん、CM 撮ることが多いじゃない、うん、多い、うん、だけどああやって実際のその土地の電車に乗ってロケするっていうのが経験なかったから。そうだね、確かにすっごいドキドキした。映画撮ってる気分だったんです。わかる、うん、女優さんってこんな気持ちなのかなって、うん、いうのと、あとやっぱ電車の時刻があるから、うん、時間超シビアだったよね。シビアだった、うん、そしてちょうどグリーンが来るタイミングでやりますみたいなね、うん、グリーン来ないと決まってんだよね、ずっと待ってだからチャンスは本当に何回あるか分かんない、うん、グリーンが何回来るか分かんないから、うんうん、だから誰も把握しないからグリーン来ますその1号先ぐらいにいるスタッフさんがグリーン来ますみたいなことでこうちょっとスタッフにしてそれで始めるみたいなわー綺麗みたいなみたいなやるみたいな恥ずかしいねそれで撮ってたんだって思われたらちょっと恥ずかしいけど、うん、でもなんか3人が食べに行ったらこんな感じかなっていうのを、うん、いつも近くにいてくれてるスタッフの方が考えてくださってできた企画だったので、うんうん、もう本当に自然に近いね、ね、楽しかった、うん、撮ってると思ってないとこも使われてたね。確かにそう、だから本当に自然な3人だと思う、うんうんうん、インターネットの方で見れるのかな、ホームページかなんかの、うん、長いのもあるね、はいはいはい、90秒みたいな、うん、あれもなんかね、うんうん、あの撮ってると思ってないとこ使われてていっぱいね踊ってるとこね、そうそうそう、踊るのとかもうほぼ自由だって、ね、待ち時間的な、うん、待ち時間をなんか勝手にやってたところがなんか使われてたりとかして、うん、楽しかった、ずっと楽しかったですね。え、そしてそれに使われてるのが新曲「七色」ですね、うんうん、なんかさ撮ってる時は曲がハマって見てなかったから映像、うん、しかもロケだったからほぼチェックすることもなく、うん、曲がハマって形ができて日本でチェックしたみたいな感じだから、うんうん、曲だけを聴いてると結構テンション高いけど大丈夫かなって思ってたよね。で結構可愛いから、うんうん、なんか平気かなって思ってたら、うん、もう台湾行った先でスタッフさんがもうすごくこの曲気に入ってるみたいな人がもう山盛りいて、うん、花火性側の人たちとか、うん、その電通さんとかもいっぱい、そうなんか本当いいですよね、うん、すごい言ってくれて、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったですみたいな、よかったですみたいな、なんか逆に曲がいいっていうのを外側からリリースする前に押されるってことがあんまりないから、うん、なんかすごい新鮮で、うん、嬉しかったね、ね、うん、
で映像見たらすっごい良かったもんね。安心した超良かった、ね、どっかでフォト好きになる、うん、聞ける機会があればいいですね。みんな、はい、どこかでリリースされるのかしら。じゃあ続きまして、兵庫県16歳男の子、ラジオネーム春山くん。春山、タリーズの新 CM 来た来ました。見た？3人とも相変わらずお上品で綺麗だね。綺麗だね。綺麗だね。ありがとうございます。5月のパフュームの CM 出演2回目やな。あー、そっか、そうだね、うん、そう、タリーズの新 CM、 毎日は甘くないでも苦くない編が本日ですね、うん、5月の27日より公開となりました。撮ったね、これはね、うん、撮りました。とにかくジャンプするっていう、ひたすらに飛びましたね、うん、その軽やかさ出すみたいなね、うん、そうそうそう。今回はあのコーヒーはコーヒーでもラテなんで、うん、なんかちょっとミルクの甘みというか軽やかさみたいなのを表現して、うんうん、無重力感頑張りました、うん、3人で。そうだね、うん、やっぱダンサーじゃないとできんような、うん、こう動き、うんうん、それをなんかこうワイヤーとか使わないで自分たちで自力にやるっていうことをこだわって、はい、自分たちのなりにやらせてもらったんだけど、うんうん、監督さんも本当理解してくださるすごい柔軟な方で、そうね、うん、やりがいがありましたね。うん、素敵でした、ウェブではですね、メイキング動画や画像も見られるということで、うん、はい、こちらもぜひ見てください。飲んでね。じゃあ続いて、東京都19歳男の子、ラジオネームパンダマン2。パンダマン2、アミューズフェス初参戦します。ありがとう。今年のテーマは恋とか愛とかだそうですが、うん、このテーマを聞いた時真っ先に浮かんだのはベイビークルージングラブでした。いいね。他にも曲名に愛とか恋とかつく曲だけでナチュラルに恋して、はい、ラブザワールド、うん、マジックオブラブなどたくさんあり、うん、愛とか恋とかについて歌った内容の曲はさらにあるので、はい、どんなセットリストになるのか全くわからないけど、とにかく楽しみです。何ですか、いいレポートですね。ありがとうございます。書いてくれてます。以上ありがとうございますね。私たちが伝えたいのはそれです。以上。あ、本当によくできた。パンダマン2ありがとう。ありがとう。こちらアミューズフェスですね、今週末6月1日土曜日に幕張メッセ国際展示場9から11番ホールで開催です。はい、まあ本当に上げてくださった曲はもうまさにラブ入ってますし、入ってますね、はい、うん、やっぱり自分たちは女子っていうところも少ないんですよ、うん、そうだね、女子グループは、うんうん、だからそっちでね、そうね、攻めてこうみたいなとこありますよね、うん、ラブリーに行こうっつってね、ゴリゴリにね、うん、楽しみにしといてください。恋の運命はです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。いや、こないださ、うん、久々にこういう昔の曲いっぱい聴いたわけ、うんうん、でそしたら2人の知らんかった表情いっぱい見てさ、ほんま見たね、昔の幼い当時聞いてなかった。声も可愛いし、可愛いよね、顔も可愛い。これハンターほら違うこと考えとるだろう。バババババずっと見てたら会いたいってなってる。誰に会いたいってなってる。泣きながら、泣きながら色が見てる。ファンなりたての人みたいな感じ。会いたいな、この時から応援したかった、見てたかったなっていうやつ。引き続き5月のパフュームロックス掲示板の書き込みを研究せよ。では引き続き生徒からパフュームロックス掲示板に届いた書き込みを紹介していきましょう。はい、はい、愛知県18歳男の子、ラジオネームキツネはフォックスくん、うん、レッドミーノーの MV でノッチの子供時代を演じていた桜学院のことのツーショット写真上がってましたね。見た？ギリギリ触れていない左手がノッチっぽい。そうなんですよ、桜学院っていうね、うん、後輩のグループがいるんですけど、はい、うんうん、小学生から中学生までの女の子しか入れないうんうん、でレッドミーノーで出てくれた私役の子が小学校5年生で、うんうん、この4月に入学したんですよ、桜学院に入った。そう、サキヤちゃんすっごい可愛かった。ライブ見に行ったんだけど、本当とびっきり小さかった、一人、そう、小さい、キュッてちっちゃいけどすごい表現力も抜群だし、ダンスも上手で、うん、笑いもバンバン取ってて、そう、いや来た
待できます。ほんとやっちゃ楽しみですね。触れなかったんですね。なんかね、お姉ちゃん抱いてあげたいよちゃんと。二人でツーショット写真ね撮ったんだけど、すごいね腰をグッと持って撮った、撮った気がしてたんだけど、後で写真見たらギリギリ触れてない、なんか中二男子みたいな感じになっちゃってた。デートで触れないビビリな。あ、そうそうそう、校長みたいじゃん。見て見て、やだね。はい、期待しててください。ウケるな。続きまして、岐阜県15歳男の子、勝手に男の子すんのやめてもらいます。女の子、ラジオネームゆずーちゃん。こけら落とし公演、渋谷のライブが決まったそうですね。あ、そうなんだ。はい、私は初めてこけら落とし公演という言葉を聞いて、パフュームが落とされるのとか思ってたんですが、お母さんに聞いて理解しました。かわいい。そうかわいい、ね、こけら落としって言葉もね初めてか。そう、今、あの建て替え中の渋谷公会堂っていうライブハウスというか、会場があるんですけど、ホールだね、ホールね、そう、今年の10月13日に LINE キューブ渋谷としてオープンする。そのこけら落とし公演をパフュームが担当することになりました。こけら落としいただきました。ずっと言いたかったよ。こけら落としっていうのは、なんか新しく建てられたホールとか劇場で初めてライブ催し物が行われることを言うらしいです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？コンゴロゴロゴロガタ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 ってコンゴロガって言ったけど大丈夫？だからライブをして初めて劇場が完成するみたいな、そういうね、役回りみたい。そうだね。だから踏んでない、誰も踏んでないステージを私たちが色をつける。光栄ですね。超光栄。しかも公演？超公演？大丈夫か？大丈夫かな？超光栄だね。やることもね、結構考えてて、せっかくだから特別なことしようとね思ってますので、楽しみにしていてください。はい、じゃあ続いて、愛知県20歳男の子、ラジオネームデルタエコー。デルタエコー。フェスでパフュームに気づいてもらえる格好を研究してほしいです。おほほ。フェスの出演が続々入ってくるので、パフュームに気づいてもらえる格好を知りたいです。10周年の虹色タオルとかが目立つかな。虹色タオル、タオルは目立つね。確かに、ね、あ、確かに。あ、どうだろう、原色の T シャツとか。うん、やっぱみんな上半身が基本的にはこちらからは見えるから。そうだね、タオルを首に巻いてくれてたりとか。そうじゃね、 T シャツとかがやっぱ目立つ。そうかも。で、基本的にその年に出してるグッズだとより目につく。お前本当か？つくつく。本当か、お前それ。なんか流れに流されてる気がするな。そうなのかな。もう稼ぎ稼ぎ。アミューズさんや、アミューズさんや。嬉しいでしょ。いや、でも嬉しい嬉しい。うん、嬉しい。あの、ね、今やっぱ新しく作ってるものがやっぱ一番気に入ってるし、一番いいと思ってるものを出してるから、確かに着てくれてるのは嬉しい。ね、サイズこだわってほしいね。ね、着るサイズから、今年もたくさん出ます。はい、8月4日にロックインジャパンフェスティバル2019、8月18日にサマーソニック2019、8月31日にスイートラブシャワー、久しぶりじゃない、2019。これ今まだ発表されてるのが3つです。8月忙しいですね。だね。そうなんよ。夏ってますね。うん、なんだかんだ。ね、楽しいね。そうじゃね。みんなに会えるよ。ということで、皆さん書き込みありがとうございました。引き続き来月も好きなことどんどんパフュームロックス掲示板に書き込んでください。あの、肌美声のね言い慣れてない感じがすごいけど肌美声の CM がね、本当にこう素敵だからね、ドキュメントなんじゃないかってぐらい、はい、もう、まあ、パフュームロックスのパフュームだな。ライブのかっこいいパフュームとはまた全然違うね、普段のそのそうパフュームがこれ以上ないぐらい見ることができるのでね、やって撮ったんだろうってぐらいね、僕な感じですよね。ぜひ肌美声のね言い慣れてねえな見ることできるし、だからタリーズもね、最近やっぱ自動販売機のところにね、はい、よくパフュームがいるのよ。あ、そうですか。もう写真撮っちゃうのよ。俺はちょっとやめてもらってすよ、ちょっと怪しすぎるじゃないですか。なんでダメなの。ちょっとやめてもらって、40になった不審者扱いです。男がそれ撮ってる、ちょっと分かんないから。危ない。これはパフュームファンを敵に回す発言です知ってるから余計そう思っちゃうだけだ。すいません、本当に。あとなんだっけ、一
っぱい言いたいことがあったんだけど忘れちゃったな、はい、こけら落としもそうだし、あ、うん、そう、ごめん、あと一個だけいいですか。 あーちゃんがその昔の曲聴いてなんか2人に会いたいみたいな話してて、はいはいはい、俺はねさっきのあの話も出てたね、ナチュラルに恋してがまあすごい好きで、はい、そのビデオもねめちゃめちゃいいなと思って、今の音、うん、低音ブリブリのより聞かせた音とかにしたらもっとかっこよくなんじゃないかなって思いました。明日のこの時間はスクールオブロックの進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス。